実はこれヒュベレイの中でも最弱よ。マーク2なのに。この動画は濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりとライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべくガンダムに興味がない人にも興味を持ってもらえるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。というわけで今回はこのモビルスーツ、ネオジオンが誇るニュータイプ専用モビルスーツ AMX-004-2、 そして AMX-004-3 キュベレーマーク2よ。おお、キュベレーに2号機が。このキュベレーマーク2はね、キュベレーより強かったり弱かったりするわ。どっち？そしてハマーンのキュベレーの予備機だったり、ハマーンを倒すための秘密兵器だったりするわ。どっち？などなども踏まえて解説考察していくわね。さて AMX-004-2、 そして AMX-004-3 キュベレーマーク2はネオジオンがキュベレーの量産を視野に入れて開発したモビルスーツね。MG プラモデルキュベレーマーク2解説書を要約するとこうあるわ。当初は予備機としての運用も視野、ハマーン自らが最前線に赴く政治的空白問題の解決、プルのニュータイプ能力を検証し向上させるために与えられた機体。その上でいつもお世話になるモビルスーツバイブル17号を要約すると、キュベレーと同等の性能を目指しつつ量産化のために生産性の向上が図られた。実際性能は同等にできたのだ。では比較してみましょう。キュベレーマーク2の性能はこんな感じ。出力が 1820kW に本体重量が 35.2トン、装備燃料込みで 57.2トン、推力が 61600kg に装甲がガンダリウム合金ね。そしてこの数値はなんと本家キュベレーと全く同じよ。おお、やったのだ。性能落ちてないのだ。とはいえ MG キュベレーマーク2解説書にはキュベレーの予備部品などを流用しつつ生産性の向上や量産化のためのデチューンおよびアップデートとあるので、数字にないところがじわりじわりと違うのかなと。その描き方だとどこがどうデチューンされてどうアップデートされたのかがわからないのだ。アップデートに関してはだけど、プロジェクトファイルゼータガンダムの70ページを要約するとこうあるわ。大型研究所のローレン中本やジュピトリス工廠出身者などが亡命、連邦由来のサイコミュ技術でサイコミュのアップデートに加え最新型のリニアシートを導入。ああ、サイコミュ技術とシートがすごいアップデートされてるのだ。というかキュベレーってリニアシートが最新じゃなかったのにあんな強かったのよね。やっぱゼータガンダムのキュベレーはそこかしこが古いのだ。ちなみにこの辺りはモビルスーツバイブル17号にもコクピットには鹵獲したサイコガンダムマーク2の技術が転用されていたとも言われとあるから、まあ公式に近いものとして扱って良いんじゃないかしら。ふむ、ただデチューン箇所に関する資料が全然見つけられないからどこなのかしらね。のだ。武装はこんな感じ。ビームガン兼用のビームサーベルにパンネルが多数ね。相変わらずシンプルなのだ。そうね。でもキュベレーにあった大型ビームサーベルがないのだ。一応出店のあるウィキにはキュベレーマーク2にも大型ビームサーベルがあると書かれてるのだけど、そこの出店がないのよね。とはいえガンダムは出典がないから嘘とも言えないのが難しいところ。例えばビームガン兼用のビームサーベルも名前はキュベレーと同じだけどよく見ると別物。ほら見て、まだあれなんか3つに分かれてるのだ。そうなのよ。 MG 解説書を要約するとこうあるわ。サーベルエミッターが三つ股式になっているため3本のビーム刃を形成することができるとされている。なんと。しかし劇中でビームサーベルを使うシーンは基本的に束ねて1本だから、ひょっとしてこのモードが事実上の大型ビームサーベルというか高出力モードなのかなみたいな。ふむ。とはいえそれを明言してる資料を見つけられなかったから結局考察でしかないんだけどね。他にもキュベレーと量産型キュベレーはビームガンの射出口からビームの刃が出るけど、キュベレーマーク2は実は逆でサーベル側はサーベルのみエカラビームって形だったりと、いろいろ試行錯誤してるのだ。そうね。そしてファンネルの数も多分キュベレーより増えてるかもしれないけど増えてないかもしれないわ。どっち？多分増えてると思うのだけど。多分。これがキュベレーのファンネルの劇中描写。昔は搭載数十機って言われてたのに12機射出してるシーンなのだ。ポットの奥から普通にファンネル出てきてるしね。でこれがキュベレーマーク2のファンネル射出シーン。おお、12機あるのだ。ちなみにこの次のシーンでさらにこう、わちょっと連続射出すぎて数え方も雑になっちゃうけど、まず第一陣射出ファンネルの数が12機、そしてこの画面に映ってるファンネルが完全に消えた後のシーンがこれ。もっとファンネル出てるのだ。
このシーンだけで22機。もう量産型キュベレイの30機を超えたのだ。なのでキュベレイマーク2の時点でパンネル搭載数は最低でも34機というか数えきれなかった数がかなりあるから、だいたい40機くらいは搭載してるのかなと。つまり多数搭載ということよね。のだ。さらによ、モビルスーツバイブル17号には2号機はベース機とほぼ同じ構造だが、3号機は外部操縦が可能ともあって、実際に劇中でパイロットが遠隔操作でキュベレイを動かしパンネルまで使ってみせたわ。なんとつまり黒い2号機はサイコミュがより強化されていて、そこから赤い3号機はもっと特別よりすごいスーパーキュベレイとなったのがこのキュベレイマーク2なんじゃないかしら。おお、これでネオジオンは安泰なのだ。ハマーン不在でもキュベレイが使えて、しかも予備機にもできて予算も視野に入ったのだ。というのは全部嘘よ。わ、ハマーン不在がどうとか予備機とか全部嘘よ。モビルスーツバイブルとか MG 解説書に書いてあるって言ってたのに全部嘘ってどういうことなのだ。書いてあるわ、間違いなくちゃんとね。じゃあなんで嘘なのだ。モビルスーツバイブル17号を要約するとこうあるわ。キュベレイの性能を引き出せるニュータイプが限られていた。クローン技術で強化人間を量産する試みがなされた。そうしたパイロットの確保を前提に開発された。クローン強化人間確保を前提に作られた。なのでこのキュベレイマーク2はキュベレイの量産化の検討というよりも、量産型強化人間の器としてキュベレイの量産タイプが選ばれたって見方の方が正しいのかもしれないわね。パイロットの量産計画が先にできてるのだ。あれ、じゃあ当初はキュベレイの予備機とか言ってなかったのだ。言ったわ。当初は予備機予定だったのに最初から量産強化人間前提なのだ。どういうことなのだ。これは実はとっても簡単なお話。アニメガンダムダブルゼータの本編18話、ハマーンの黒い影でハマーンがサイコガンダムを手に入れたとフレミーに語るシーンがあるのだけど。のだ。しかし使いこなせる者がおりますか。お前が組織しつつあるニュータイプ部隊はどうだ。ハマーン様、それは口さがない連中の噂です。わーこいつ、あれ普通にキュベレイマーク2使ってなかったのだ。プルちゃんとか普通に外出してなかったのだ。順を追って解説していきましょう。まずプル2に関してはモビルスーツバイブル78号に確かなのは、プル2はグレミーによってハマーンの目から秘匿されていたという事実とあるので、プル2に関しては完全にそうよね。のだけど、プルに関してはアニメ本編の23話燃える地球でグレミーがハマーンに紹介してるのよ。この子であります。キュベレイマーク2のパイロットです。つまりどういうことなのだ。ハマーンは強化人間の量産計画多分許可してないわ。はあ。とはいえプルとキュベレイマーク2に関して事情も説明しておく必要があるわね。のだなのでここは考察ではあるのだけど、予備機だとかハマーンの不在問題とか優秀なニュータイプの戦士プルちゃんの育成だとかはグレミーがハマーン側勢力に向けて発信した劇中の嘘設定なんじゃないかしら。劇中の嘘。そういう表向きの理由があればハマーン派の技術者たちだって喜んで協力してくれるでしょうしね。そういえばこれ裏切り者が作ったモビルスーツだったのだ。ただその直後の会話でグレミーがアクシスは心配ですが作り直せますが、ハマーン様はお一人ですと言った際に、ハマーンは私も一人とは限らんぞと返してるのよね。わその直後に側近に対してグレミーの身辺警護は抜かるなよと言ってるから、ハマーンは気づいてるのだけど、確証がないとか証拠をつかめてはいないって感じかもしれないわね。ふむ。なので作中の設定にハマーンとかを騙すための表向きのものと本当の目的の設定が2つあるんじゃないかという考察よね。中に設定が2つ。そう考えると先ほどのそもそも量産型ニュータイプが前提という設定とキュベレイの予備機という設定に矛盾がなくなるんじゃないかしら。政治の世界は恐ろしいのだ。しかし結果としてキュベレイの性能を落とさず生産性を向上させ、なおかつパイロットは量産可能という素晴らしいキュベレイマーク2が完成してしまったわね。なんてことなのだ。大変なモビルスーツが作られてしまったのだ。そんなキュベレイマーク2は、キュベレイマーク2はいらない。いらない。さて実はキュベレイマーク2なのだけど、のだこれキュベレイの中で最弱よ。モビルスーツバイブル17号を要約するとこうあるわ。機体性能はオリジナルであるハマーン機には及ばない。割としっかり書かれちゃってるのだ。
そして同じページの量産型キューベレーの解説では、キューベレーをベースにしたものの性能向上に従って外見も変化とあるから、結構しっかりと強い順に量産型キューベレー、キューベレーマーク2という並びが書かれてるわね。ちなみに量産化を達成するには至らずともあるから、キューベレーマーク2はキューベレーより弱くて量産化もできなかったモビルスーツということになるわね。でもまだキュベレイマーク2には機体そのものの遠隔操作があるのだ。あ、ごめんなさい、それもう別にどうでもいいの。MG 解説書を要約するとこうあるわ。プル2はサイコミュ用のヘッドセットを装備した状態でキュベレイマーク2を遠隔操作、こういったサイコミュ応用技術は非常に発達しており、ファンネルコンテナそのものを呼気として運用する機体も開発。ああ、もう別に似たようなのがあるのだ。そう、別の機体がその運用技術を使ってるのよ。そりゃモビルスーツを遠隔操作してさらにファンネルまで使えるのなら、ファンネルコンテナも遠隔操作できるのだ。というか劇中でキューベレーマーク2を遠隔操作した時は壁に思い切り激突してるから、むしろファンネルコンテナの方が良いまであるのだ。そしてここでとても重要なお話のだ。これキューベレー系の解説動画で何度も言ってることだけど、実はキューベレー自体も弱いわ。さらに言うと強力なニュータイプが乗ったとしても弱いわ。じゃあハマーンのマチクソ強いキュベレーはどう説明するのだ。そこが重要な話なのよ。ほほうなのだ。さてプルツーという女の子がいるわ。かわいいのだ。この子はモビルスーツバイブル78号や135号を要約するとブルシリーズの中では随一の力屈指のニュータイプ能力、それでいて劇中のセリフ、サイコガンダムに対してしかし使いこなせるものがおりますか。ちなみにこれはハマーンの地球に持っていくつもりだというセリフに続いてるものだから、あくまでも地球に降りる部隊の中だけという可能性はあるけど、それを使いこなせるプルツンはネオジオンで暫定2位のニュータイプ能力かもしれない要素のだ。では実際にプルツーが乗ったキューベレーマーク2の戦い方を見てみましょう。まず敵が来るのだ。キューベレーマーク2が回避しファンネル射出。他のシーンでもファンネルと合わせた連携がしたいよね。キュベレイの基本戦術なのだ。モビルスーツバイブル17号を要約するとボールレンジ攻撃を戦闘の主軸とすることでニュータイプの優位性を生かすコンセプトとあるから、これが正しい使い方なのは間違いないわね。のだ。もちろん他のキュベレイマーク2でもファンネル攻撃が主体だし、近づかれたらちゃんと距離を取ってるわね。のだ。そして量産型キュベレイはさらにそのコンセプトを消化しカノンも追加。ファンネル撃ちながらカノンやビーム引き撃ちは強すぎるのだ。ではキューベレーで猛威を振るったハマーンの戦いを見てみましょう。まずファンネル射出、一聖射、ヒューかっこいいのだ。これぞキューベレー。オラー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 。さあもうわかるわね。ハマーンはキューベレーのコンセプト無視してるわ。うわ。というか後の時代でファンネルがサブ武器になったとか言われてるけど、そもそも強いキューベレーは最初からファンネルなんてサブ武器でしかなかったのよ。ちなみにシャーとの最終決戦でもオラーとまず最初にビームサーベルで切りかかって外してるのだ。後ろを取られたら自分の支援のためにファンネル射出。強いキューベレーはファンネルじゃなくてモビルスーツが主体なのだ。そしてちゃんと対ダブルジェータガンダムの最終決戦でもハマーンはキューベレーでオラーオラーわわ。というわけでキューベレーマーク2考察をまとめると、実はキューベレーの中で最弱。確かにサイコミュやリニアシートは最新だけど、やっぱり機体性能そのものはハマーンキーか。そしてマーク2の3号機に搭載された遠隔操作もすでに応用済み。それどころかプル機、プル2機、量産機含めても活躍は微妙。よくキューベレーが強いのはハマーンが強いからと言われてるけど、その強さの理由はファンネル主体というコンセプトを無視してモビルスーツ主体で殴りかかる超エースだから。すなわちキューベレーが弱いというのはもはや性能云々の話ではなく、コンセプトが弱い。つまるところキューベレーに必要なのは強力なニュータイプではなく、強力なニュータイプ能力を持った強力なエースパイロット、そして強力なエースパイロットではなく強力なニュータイプの量産を目指しファンネル主体の戦法で戦おうとしたキューベレーマーク2と、ついでに量産型キューベレーはどんなに性能が良くなろうとコンセプトが弱いので弱いって感じかしらね。うわ、考察だけどね。キューベレーマーク2は優秀な骨董品。いやね、機体としては立派なのよ。すごい強いキューベレーをちゃんと量産しようとして生産性も上げたし、ハマーン以外のパイロットでも実際本当に乗れるようにしたし、さらにはいろんな要素、
サイコミュの向上とかもちゃんとできてるしね。目的は結構達成してるのだ。でもそのすごい強いキューベレーはキューベレーのコンセプトをガン無視して殴りかかってるから強いのであって、キューベレーのコンセプト通りファンネル主体のモビルスーツとして昇華したところで、その勘違いというかなんというか、ハマーンちゃんは最初からサザビーやニューガンダムみたいにファンネルをサブ武器として使ってたのだ。さすがよね。本物のエースって機体のコンセプトよりも実際に強い戦い方を優先してるように見えるのだ。そうね。さて今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも小説家になろう等のネット小説サイトにいろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それではぜひまた見てね。またねなのだ。